ヒーローインタビューを始めたいと思います。まずはショーン・ヨンデ監督にお話を伺います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。3対0で2019シーズン初勝利となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。そうですね、開幕戦と、2節と、不甲斐ない結果に終わってて、本当に応援してくださっている皆さんには、本当心配と、残念な気持ちにさせたんですけども、今日こういうホームゲームで、3対0という形で勝ったのは本当に良かったと思います。はい、試合内容を振り返っていかがでしょうか。そうですね、もう我々が狙ってたあの展開でゲームを進められましたし、その中で一つ、ね、セットプレーっていうところが、1節も2節も課題だったところで、2点取れたっていうのは非常に大きかったですし、良かったと思います。はい、次節はアウェーで5月4日の土曜日、ジョイフルホラーズ国際シーズンの対戦となります。意気込みもお願いします。そうですね、もう次も勝つことしか、考えてませんので、もう勝つためにしっかり準備していきたいと思います。では最後にサポーターの皆様に一言メッセージお願いします。今日はもう天候の悪い中、スタジアムに足を運んでいただいてありがとうございます。次節以降もこういった姿をお見せできるように、選手、スタッフ一丸となって、戦っていきたいと思います。引き続き応援の方よろしくお願いします。いや、もう勝ってよかったんですけど、本当に、まだ、最初にこぼしてるんで、一回勝ったからって あそこで喜んでいいのかなってちょっと複雑だったんですけど、だけど一つずつこれから勝っていくんで、今日は良かったです。はい、まだまだやれるということなんですが、次節に向けての意気込みもぜひお願いいたします。いや、もう勝って、優勝する、それだけです。はい、それを一個ずつ積み重ねる、はい、それだけですね。はい、では最後にサポーターの皆様にもメッセージをお願いいたします。これからも、一個一個大事に戦っていきますので、また、見に来てください。ありがとうございました。昨日の CSO ありがとうございました。ありがとうございました。背番号18番、田中輝幸選手にもお話を伺いたいと思います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合内容を振り返っていかがでしょうか。そうですね、チームとして本当に1勝を挙げたかったんで、チーム全員の力で、勝ち点3取ることができて本当に良かったと思います。ご自身のゴール使用を振り返ってどんな気持ちですか。少ない時間の中で1点にこだわっていたんで、旬がいいボール上げてくれたんで、本当触るだけだったんで、旬に感謝したいと思います。季節はアウェー戦となります。意気込みもお願いします。もうまだまだ始まったばっかりですけど、僕たちは一戦も落とすことができないので、応援の方よろしくお願いします。はい、では改めてサポーターの皆様にもメッセージをお願いします。はい、これからどんどん勝ち点差を積み上げて、関東リーグ優勝して、最終的には JFL 昇格を目指したいと思いますので、皆さん声援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。背番号18、田中輝幸選手でした。さあ、続きまして背番号9番、山村勇輝選手にお話を伺います。まずは見事なゴールでした。本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、試合内容を振り返っていかがですか。そうですね、とりあえずもう何でもいいんで、今日勝ちたかったんで、今1試合もしてないんで、とりあえず勝てて良かったです。はい、見事なヘディングシュートでしたが、ゴールシーン振り返っていかがでしょうか。そうですね、いいボール入ってきたんで、いいところに入れたかなって思います。では次節に向けての意気込みもお願いします。今の、状態よりもっと良くして、次また絶対勝ったらいいなと思います。はい、では最後にサポーターの皆様にメッセージもお願いします。またいいサッカーできるように練習も頑張りますので、またぜひ会場に来てください。よろしくお願いします。山村勇輝選手